フクロウちゃんです。まさか取れるとは思わなかったよ。おお、こっち向いた。サービス精神が半端ねえ。泣かないね。さっきまでホッホホッホ言ってたんだけど。フクロウはかっこいいな。あ、口でかくね？これはちょっと画面では小さすぎて。どのぐらいなのかが分かんないね。でも多分パッと見で40センチぐらいの大きさかな。すげえ。かわいい。こいつは俺にとって福を食らうフクロウになるか、福を呼び寄せてくれるフクロウになるか。さあ、どっちでしょうか。ミミズクかもよっていうツッコミはなしで、これでホウホウ言ってたらフクロウなんで。いやでもなかなか日中のフクロウって取れないと思うよね、普通。いやほんと日中に鳴いてんのは初めてでさ、どこで鳴いてんかなと思って探したらいたんだよね。でもよくは見えねえな、やっぱり草に隠れて。やっぱかっこいいなフクロウは。5分動画にするか。あと1回ぐらい泣いてくれていいんだけどね。ナイス、気が利いてるぜ。